はい、どうも、ラグナロクのですが、アリーナチャレンジですね。はい。こちら、ついにね、レジェンダーアリーナに、来ることができました。アリーナチャレンジの4まで、来て、最後の最後、アリーナ12ということで、レジェンダーアリーナ、はい、今、やっております。はい。2回目ですね。3回勝てばいいんですが、今は2回目でございます。今までは、ちょっと一つびっくりしたことがあって、その今までは、その作ったデッキ、その場でこう作ったデッキで、アリーナチャレンジに臨むみたいな感じだったんですが、あ、やばい、ミスりましたね。今回、このアリーナ12、まあ、アリーナチャレンジ3、4分の4の、アリーナ3では、自分のデッキで、ね、戦うということで、ちょっとそれがびっくりしましたね。はい。なんでもう、いつもの実況とちょっと変わらなくなってしまってるんですが、はい。いいでしょ、ここは。ザップあるんで、一応。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと急遽動画撮り始めたんで、まあ、ちょっとね、まあ、なんか、やられてる状態ではあるんですけど。間に合わないか。そうか。よし、オッケー。スケルトン1個稼いだ。これがでかい。よし、オッケー。勝った、多分。よし、オッケー。グッドゲーム。オッケー。勝ちました。いや、本当に、諦めることなかれということで。はい。どれだけやられていっても、しっかりとカウンターを狙っていくことを忘れないでください。はい。2勝目。迎えることができました。お、金の宝箱。さあ、アウトロー、巨大雪玉、ザップ。お、いいですね。ロイヤルホグ。ロイヤルホグを使ったデッキも作っていきたいですね。はい。さあ、3試合目。ここに勝てば、長いアリーナ、あれ、噛むな。ここでね、勝利することができれば、長いアリーナチャレンジを、アリーナチャレンジの、週末をね、お届けすることができるということで、がぜん気持ちが入りますが、ちょっと気持ちが入りすぎてたんですね、昨日の実況、おそらく。はい。それが、まあ、原因してるんじゃないかなと、個人的には思っていて、まあ、その頑張りすぎて、こう、気合を入れすぎて空回りするっていう、はい。それで、まあ、昨日うまくいかなかったな、のかなっていうのが、僕の思いとしてあるので、今回はね、軽い感じで、普通の、いつもの楽しい感じで、まあ、いつも一人で、無言で、めっちゃ楽しい感じでやるっていうのが、まず意味わかんないんですけど、その、気を張りすぎずにですね、まあ、実況として、楽しくね、実況、していくことを、目的としてやっていきたいと思います。お、さっきと同じパターンですね、これは。いいですね、これは。うん、なかなかいい形。押し切れなかったか。押し切り萌えできませんでしたね。はい。いや、ここ押し切りたかったですね。まあ、押し切れていれば、だいぶモチベーションに変わってきたんですけど。いや、厳しい。厳しすぎる、これは。これは厳しい。これは厳しい。厳しい、厳しい。助けて。助けてください。やめて、やめて。それ以上やめるんだ。よし、オッケー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 。危ねえ、危ねえ。いや、ホグが怖いですね。ここら辺。ホグが強い。いや、さっきまでの、アリーナチャレンジとね、全然形が違うんで、まあ、どういう意味かっていうと、
そのさっきまでは違う、全然違うデッキでね、戦っていたので、はい、まあ難しいところが、結構ね、ありますね。このデッキだと。オッケー。これなら大丈夫。オッケー。おっと、ここでこれが来てしまった。さあ、のんきに歌を歌っている場合ではない。どうなる。マーベル。よし、オッケー。いいよ、形できてるよ。ザップ先打って。ザップ先、よっしゃ、勝った！グッドゲームということで。無事勝つことができました。やったー、よっしゃー、危ねー。ちょっとね、容量不足一瞬出たんで、焦りましたが、無事勝つことができました。昨日のね、戦いと比べて、おお、5000、ありがたい。しっかりと形を収めることができたんで、良かったと思います。はい、明日は、まあ、リプレイですかね。ちょっとね、いいプレイができた部分があるので、そのリプレイを見ていきたいと思います。そしてね、宝箱もね、こうしてね、結構いい感じで金の宝箱とウルトラキング宝箱が、揃ってきているので、はい、近々、宝箱超開放動画、開封動画、出したいと思います。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。疲れてますね。